続いては特集です。今日の主人公はこちら、笑顔がチャーミングなおばあちゃんです。おばあちゃんが大切にしている桜で作るあるものが評判を呼び、交流の輪を広げています。4月末庭に八重桜が咲き誇る県北の一軒家に人々が集っていました。もうね、開いてちょっと満開よね。早く取ってください、お茶飲んで。この家の主は川上典子さん、84歳です。この日みんなが集まったのは、容赦なく積んでいいよ。同情せずに。まさに見ごろの桜の花を摘むためだったんです。ちょっとかわいそうな気もしますが、桜のためにもいいよ。この花を取ってやるのは気が弱らんのよね。栄養が蓄えられるけね。摘んだ花で作るのは桜の塩漬けです。ちらし寿司や和菓子などに添えられているあれですね。庄原市高野町、川上さんは61年前隣町から嫁いできました。作り方ってどなたかに習われたんですか？自分で。桜の花がこうして咲いとった時にね、まあ、若い時よね。この桜の花どうしてみようかなって、いろいろちょっとやりながら。当初は家族や近所で消費する分だけ作っていました。いつしか評判が広がり、広島市内の醤油メーカーが季節限定で販売する桜のドレッシング作りに協力するほどになりました。子供たちが巣立ち、夫に先立たれて始まった一人暮らしも長くなりました。自身も作業を手伝う仲間も年齢を重ねる中、一時はやめとったんよ、このすることをもうやめよう思って。たら今の和田さんが来られて、やめんこしてくれんかいって言われて、続けてほしいと声をかけたのは、市民グループ里町の代表和田さんです。もともと桜の文化をなんか大切にしたいなと思って、食べ物というところで桜の塩漬けを県内で探してたんですけど、なかなか作ってらっしゃる方が見当たらなくて、人づてにようやく探し当てたのが川上さんでした。4年前から SNS などを通じて募ったボランティアが作業を手伝っています。自分の旦那に満足いくことはないよね。なんか不足があるよね。こうもあるだろうけど。手も口も笑いも止まりません。ちなみに皆さんがしているのは、花びらの間についている花粉やほこりを落とす作業です。この桜をさらに水で洗います。手間がかかっているんですね。はい、皆さんお茶にしましょうや。はい、どうぞ。作業の合間のコーヒータイム、この日のお供は去年漬けた桜で作ったケーキです。川上さんの桜は、これ川上さんの桜だって。去年はアイスクリーム持ってきてくれたよね、桜の、あれ作るってんです。持ってくればよかったですね。いやそこまで厚かもしれないけど。交流を通して都会と田舎を結びたいと考える里町、桜の塩漬けをさまざまな商品とマッチングしています。私はやっぱり、お寿司するとかぐらいのことしか考えんじゃないです。でもこんないろんな形でね、現れてくるからびっくりするよね。この日摘んだ桜は全部で 11.4 キロ。
これらをいよいよ塩漬けにしていきます。押し込まんで、こうして押し込んでごらん、うん、罪悪感桜の花が潰してから苦しいよ言って、ね、かわいそう。美味しくなれ美味しくなれ美味しくなれで、あ、すごい、さすが剛腕もう見てください腕この腕ね、全然違う花を摘んだその日にこの仮付けまで作業を進めなくてはなりません。そして夏前に取り出してもう一度洗い、塩とクエン酸で漬け直します。桜の塩漬けが出来上がるのは来年2月頃です。お疲れ様でした。すごい手間がかかるっておっしゃってたのがよく分かりました。もうどうでもいいような気持ちになったでしょ食べられた方がね、美味しいねと言われるのがいいですよね。笑い声に包まれながら作るおばあちゃんの塩桜。みんなが集って作業に勤しむこのひとときこそが川上さんの元気の秘訣なのかもしれません。桜の塩漬けってこうやって作るんだなと初めて知りましたね。本当に手間がかかってるし、はい、力仕事もありましたし、でもやっぱり一番はあの笑い声がいいですね。はい、みんなで作っていく、ね、あの合間の、ね、会話笑い声もそうですよね。でもね、今こう世の中ではやっぱこういうあの地元の方が作る例えばお漬物とかが、はい、なかなかの販路というのものが衛生面から考えて今なくなっていこうという方向にある中で、こうしたこう地元の方が地元のもので作るものっていうのはなんかこう残していってもらいたいなというね、そうですね、味ですよね。はい、